あ皆さんこんばんは。えー、まあ、ニュースとかでね、ご存知の方も多いと思うんですけど、なんか三菱自動車が、なんかパジロ生産をなんか、先月の31日でも終了したんか。それで今後はね、なんか、岐阜のパジロの工場なんかもう閉鎖に、閉鎖するみたいね、なんか。うん まあ仕方がないかな。これ、まあパジェロね。やっぱライバルだとランクルとかあるけどね。うん。まああとジ海外のジープとかっつうのもあるけど、うん。まあ無理だよな。あれらには絶対勝てねえよな。これで今後はなんかね、工場の従業員はなんか別の工場に配置と、 あとなんか希望退職者を結構募ってるらしいねなんかそうです、えー。希望退職者が結構募ってて なんか600人リストはするらしいね。まあ当然派遣とかなんかもう全員切られるみたいだけど。それで、うん、社員、三菱の社員もなんか600人の希望退職者を募って、その、まあ赤字結構出とったらしいよね。3600億円の赤字とか出てて。まあなあ、しょうがないわなあ。 まちょっと三菱の人らが気の毒だけどね。うん、まあ、リコールやった時点ではあれからちょっと三菱のイメージすごい悪いなってけどね。まあ、あれは結構前の話やけど。やっぱ、あとやっぱね、ライバルのランクルとかと比べたらやっぱね、どうしても落ちるよね、パジェロは。うん これで今後はなんか EV とかに何かね生産に力を入れるとかってなってるけどまあどう動くかだねこれがうんでもこの650人だか 結局だから、610人なんか退職されるらしい、三菱動車をなんか希望退職で募ったらね。うん。あ、ちなみにちょっとランクル知らん人お,おるかもしれんから。あ、ランクルじゃなかった。パジェロか。まあ、ランクルは知ってるでしょうけどね。トイレ、トヨタの。車よね。こんな車なんやけどね。 うん、でもやっぱランクルと比べたら落ちるね、やっぱ。うん、しょうがない。まあ俺もちょっと欲しいとは思わんかったけど、全然。まあ、あとやっぱね、ランサーエボリューションっていう車もあるけどね。まああれぐらいかな、ラン、三菱で結構有名な車って言ったら、まあ俺あんまり三菱の車興味ないからあれなんやけどね。 うん当初はなんかね、あ、ちなみにこの希望退職者、当初はね、550人をなんかね、なんか、がやめていただければいいかなって思ってたみたいなんやけど、まあ、2021年3月31日時点で45歳以上、60歳未満、かつ勤続年数1年以上の社員の人、の人と、あと、60から65歳未満の、 定年後、再雇用者の人らを対象になんかね、呼びかけたらしいんだけど、550人の希望退職者募るのに対して654人もなんかね、希望退職者出たみたいで。まあでも今だったらなんか退職金、割増退職金とかが支給されるんだよね。あと再就職支援サービスも提供してもらうとかっていうんでね。まあ、さすが、その辺は三菱やなと思うけど。 まあ今後どうなるかですね。でもね。いやまあ三菱自動車の未来はちょっとあんまり明るくはないな。本当。まあ次は日産かな。自,自動車メーカーの中でリストラとかやりそうなのは。まあちょっとね、日,日産もね、あの、前のしゴ,ゴーン社長がやらかしてるしね。あれでも結構イメージ悪いし。うん。まあ次はちょっと日産がやばいかな。 まあ自動車業、まあ実際ね、自動車産業ってね、あの、すごい今、右肩上がりに思われてるけど、実際海外のがね、売り上げがいいだけで、国内全然売れてないからね、まあ国内なんかもう若い人が全然車に興味ないから、もう、まあこ、まあだから自動車メーカーもね、こ、あんまり国内でアピールしてない感じもするけどね、本当うーん。 まあ頑張ってください、本当まあ派遣の人は本当ね、気の毒だったけどね。多分、一斉にドサーって切られたらやろうけど。うん、まあ以上ね、三菱自動車がリストラを65、654人リストラと、あとなんかな、パジオの生産工場、岐阜の方が完全に閉鎖するっていう話でした。